いや、一回戦闘入ったら切り替えないかな。うわ、危ない。こうか。一回戦闘してやるよ、あんたたち。起きるんじゃないよ。はっ、いくらドライブ、いくらドライブ、ストライク、どうだ、いくらドストライク、よし。よし、オッケー。どうだ、どうだ、どうだ、ストストライク、マイトディスチャージ、カラーキだね、マイトディスチャージ、プレストストライク、どうだ、やっ、よし。これは多分影払いとかできるから強いと思う。いい勝負になりそうじゃないか。取れ。カラーじゃねえ。レフトストライク。どうだ。どうだ。マイトディスチャージ。試練に一戦。レフトストライク。ちょっと待ってな、なんかこれでやっと得るんかな、え、来たかな。
お、ミラージュ。大丈夫ですか？ええ、でも早くドクターに見せた方がいいと思います。お、ミラージュじゃねえか。ミラージュさん。クリフ、フェイトさん、二人ともやっと会いましたね。お前何やってんだ？噂を頼りにあなたたちの後を追ってきたんですよ。それでここまで来たら、前を歩いていた彼女が急に倒れて。ああ、そんなことはいいんです。早くこの子を医者に見せないと。そんなにヤバいのか？ええ。え、アミーナ。またお前は。なんだと？なんで彼女がここにいるんだ？わかんないよ。でもアミーナを連れて先に宿へ行ってて、私が頼みます。おっと、ミラージュ参戦。今は落ち着いていますが、危険な状態に変わりありません。とりあえず無理はさせないようにしてください。ミラージュ絶対入ってこない。入るな。くそ、なんでこんな無理をしたんだ。まあそうイラつくな。彼女が起きちまうぞ。だってだから落ち着けって。お前が生きり立ったところで彼女が良くなるわけじゃねえんだ。彼女はどうやら肺に病気を持っているようですね。イーグルが無事ならば何とかなったと思うのですが。本当？ミラージュさん。そりゃな、小型艇だってな、ここよりはマシな設備があるぜ。ですが着地時の衝撃で、それにあなたたちが連れて行かれた後、イーグルは軍によって厳重に警備されています。ドアはロックしてありますから、中に入られることはありません。ですが私たちが入るためには、アーリグリフ軍を入る。それはチートばかり骨だな。オートで暴れりゃ疾風がうじゃうじゃと出てくる。それにアルベルのやつも黙ってねえだろうしな。でもこのままじゃアミーナは。そんなことは分かってる。すまないね。どうやらこっちもそうのんびりはしていられないみたい。陛下があんたたちをお呼びだ。どうかしたのか？詳しい話はアーリグリフの侵攻が始まって、すでにアリアスの手前まで部隊が来、おまけに今回はアーリグリフ3軍の全部隊が作戦に参加しているという情報も。やれやれだ。おそらくサンダーアローが完成する前に、作戦指揮官はボックスのよう。一気に型をつけるつもりかな。多分ね。とりあえず今までに完成している兵器を持ってディオンがアリアスに向かう手はずになっているけど、それでどこまでやれるか。ディオン。あ、みんなまだ寝てない。あ、ね、そんなことはどうでもいい。それよりなんでこんな。それはその彼がここに。ここ？はい、オートの研究所で。確かに君の幼馴染は研究者って、その研究所に彼がいるっていうのは。わかりませんけど、その。それで一人でここまで来たってわけか。オートの研究所か。シランドに研究所は一つしかないよ。そうで、じゃあ、アミーナ、君の幼馴染。なんだって？彼が君の幼馴染だっていうのかい？知ってるんですか？それじゃあ私行きます。ダメですよ、あなたは病人なんです。そんな無茶はさせる。でも。アミーナ、そんな体じゃ無理だ。僕がディオンをここに連れてくるから。フェイトさん。アミーナ、また倒れたら。ミラージュさん、彼女。はい、わかりました。一緒に来よう。ディオンはまだ研究。ああ、今はアリアスに。ちょっと行ってきます。ああ、そうなの。さすが。ああ、そういうことね。
向こうやったけど一番左やったんだ。クリフも使いたいんやけどな。ん？わかった。引き続き作業を続けてくれ。あなたは準備が完了している施術兵器をアリアスまで馬車で移送してください。よろしくお願いします。は。ディオン。さあ、銅は無事に受け取りました。ディオン、あのさ。ねえ、アーリグリフ、せっかくあなた方に銅を取ってきていただいたのに。ですが、そう、とりあえず、現在用意できるだけの施術兵器を持ってアリアスに。違うんだ、そんなことはどうだ。あ、どういう。ディオン、君、アミーナって名前に聞き覚えは？アミーナですか。誰かに聞いたんですか。やだな。知ってるんだね。アミーナは僕の幼馴染の名前ですよ。もう何年も会っていないんですが。やっぱり君がそうなのか。ちょっとついてきてくれ。ちょっとどうしたんだ。だいたいなんでアミーナのこと。君の幼馴染のアミーナはシランドにいる君に会うためにやってきたんだ。そんな。彼女は戦争でおじ、こんなところにシランドになんか。だけど事実いるんだ。大変な時だっていうのは分かってる。アミーナは宿屋だけど。当たり前です。行こう。なんでこんな男のためにもこんな戦艦どこっすよ。絶対勝ちねえよ。こんな男絶対勝ちねえ。めっちゃこう言ってるけど。この部屋だ。何です。はい。その前に話しておくよ。え、彼女今重い病気で苦しんでる。直接君に会いに行けなかったのもそのせいなんだ。そんな。もともと活発な方ではなかったけど。今の彼女の支えになってるのは君なんだ。僕がこんなことを言うのもどうかとは思うけど。分かってます。僕だって。主人公ガチャガチャうるせえよ。アミーナ！隣の方が美人なの。ディオン。あ、若さが違うか。そうだよ、僕だ、ディオンだよ。嬉しい。私ね。泣かないで、大丈夫。僕はここにいるから。ミラージュ、さすがクラウトロジー。ものすごいダッシュやったね。直角に曲がったぞ、この女。で、ぶっちゃけた話、現在の戦況はどうなってる。正直、敵軍はすでにカルサーを越えて、アリアスの手前、国境付近に前線を展開。今回は、今までより多くの兵力を投入し、そいつは厄介だな。敵さんも陣頭指揮はボックスって話だ。おまけにアーリグリフさん軍も
ただ、いがみのアルベルは作戦に…そうなのか。詳しい状況はわからないけど、もしかしたら、ベクレル鉱山での件の影響…なるほどな。まあいい。歯向かってくる奴は誰だろうとぶっ潰し…あんたたちは、こんなことをさせるためにここまで連れてきたわけではないんだけどね。今さら何言ってやがる。大体決めたのは俺らだ。お前が…そう言ってもらえると、助かるよ。はっきり言っちゃいないけど、本部もあんたたちの力を当てにしているのは間違いなく作戦に組み込まれる。今さら知らんぷりできるとも思ってねえよ。な？え？聞いてなかっただろ、お前。どうした？いや、アミーナとディオンを見てどうしてるんだろうか。それに父さんのこともあるし。私が言えた義理ではないけど、すまないね。あんたとしたら一刻も早くお父さんを助けに行きたいだろうにさ。それはいいんです。どっちにしろ現状では父さんのところにたどり着く手段もないんだし、少し思い出しちゃっただけで。こないだも言ったが、気にしてもしょうがないさ。今できることをやるだけだ。ああ、今はこの国のこと。ああ、そうだ。ところで私はどうしたらいいんです？戦いというならやりますが。お、そうか。どうする？前にも言ったが戦力にはな。僕はミラージュさんにはアミーナについていてほしいと思うんだ。ん、そうだな。確かに無理にミラージュに戦わせることもねえしな。いや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 。そういうことで頼むわ。いや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 、こんな女どうでもいいやん。お待たせしました。もういいのかい？はい、あまりゆっくりは。それにアミーナとは戦争が終わったらゆっくりと話せばいいんです。うん、ええ、必ずか。 OK、 やっだったらディオンは早急に準備を完了させる。私たちは先にアリアスへ向かう。ああ、いや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 、ついてこようよ。うまっ。ああ、クレアがおるところのあれだな。クレアおばさん住んでたってことだな。あー、うぜえな。
様。本部でクレア様たちがお待ちですぞ。なんでそんな声が大きいと吐かす。大木戸博士のフィグマとか言ってたら欲しいけどな。ネルゼルファー、ただいま参りました。座って。敵は多数だけれど、いつも通り遠方から施術兵器で敵を撹乱しつつ、疾風には施術で対抗します。まともに戦ったらアーリグリフの思うツボ。なるべく。では作戦は夜明けとともに実行します。はっ、はっ。解散。ネル、あなたには本体が敵部隊と交戦している間に敵陣に突入し、ボックスだね。ええ。フェイトさん、クリフさん。当然だ、こっちもそのつもりだったしな。ええ。できるならあなたたちを。そ、仕方ないだろう。事実彼らは私の配下のどの人間よりも戦力になるんだ。気にしないでくだ。僕が、僕自身が。だな。わかりました。よろしくお願いします。フェイトさん、クリフさん。了解。わかりました。作戦開始までは、その間装備品の確認や当てにしているわ。ああ、任せといて。頼むわね。もういいやろ。一応セーブしとかんとな。うわあ、準備はいいわね。ここが勝負の場か。私たちがここを死守できなければ、何としても食い止める。
様たちは。そう。だったらどうだ。バックス。威勢のいいことだ。行くぞ。空中浮いとんか。少しは骨がありそうな感じじゃないか。とやりおる。なんだと。それお前身がたことやるんじゃねえか。俺、迎えに来た。始めようっていうのか。おい、ここから逃げるぞ。奴らの狙いは。狙い？実はな。二人とも、そんな話は後にしな。一旦本部に戻るよ。このままここにいるのは得策じゃなさそうだ。ああ。なんだあれは。リオン様、装填完了しました。よし、
そのまま指示があるまで待て。は。僕は必ず生きて戻る。待ってて、アミーナ。リオン様。だ、ああ。ものすごい音。攻撃力アップ、ただし防御力バターン。天気が悪い。Yeah!
このタグを。はい。なんか、いらんやつ、それもだ。ああ、バックベリー使ったんだ。兵器は放っておいていい。いいから早く逃げるんだ。ああ！ディオ！やめろ。やめてくれ。バカ野郎、何してやがる。逃げるんだよ。捕まりてえのか。捕まる？それどういうことで。さっきもそんなこと。お前、まさかあいつらの、バンデンの奴らの狙いはこの僕だって言うのか。もしかしてハイダが襲われたのも僕のせいなのか。落ち着け、フェイト。それには事情が。やっぱりそうなんだ。ハイダが襲われたのも、ヘルアが襲われたのも、ここエリクールが襲われたのも、全部僕のせい。だから落ち着けって言ってんだろうが。いいから聞け。僕に何の価値があるって言うんだ。これだけのたくさんの人を犠牲にしてまで欲しがる何が。僕は一体何だって言うんだよ。いやもう顔面骨折するって。その倒れ方あかんって。ネル様、ディオンの様子はどう？かんばしくありません。そう、気がついたね。よかった。もう目を覚まさないのかと思ったよ。みんな、ここは？シランド城だ。戻ってきたのさ。アーリグリフの奴らも国に戻ったみてえだしな。バンデーンは？それより、体は大丈夫。そうだ、ディオン。ディオン。重傷だよ。一応。そんな、アミーナと約束したのに、無事に連れて帰るって約束したのに。まだ寝ていた方がいいよ。そんなやつどうでもいいや。お前だって無傷ってわけじゃねえんだぞ。そんなやつどうでもいいや。それよりディオンが心配なんだ。
ディオンはどこです？生産室の向かいにある自室だよ。